ナンパが見たいのかっていうか、こうハプニング的なのが見たいっていうか。あー、ハプニングね。ちょっと待ってろ。で、向こうまで思いっきり泳いでみろ。何したのよ、ズキ。海パンの紐抜いてきた。月刊少女野崎くん。あれ、なんだこれ。海パン。ちょ、森先輩、エラーム落として。何枚、何枚入ってるんですか。1枚に決まってんだろ、アホか。お前、月刊少女野崎くん。俺、今ならビキニを流された女の気持ち分かると思う。奇遇だな。俺もだよ。俺もです。3人とも大丈夫？やめろ、近づくな。サカ、落ち込んだ。行くなよ。すいません、お願いですから来ないでください。どうしよう、今ならいじめっ子の気持ちが分かるかも。月刊少女野崎くん。あ、千代ちゃん、この辺で海パンなくした人っている？あ、それみんな、水着あったって、よかったね。マジか、よし投げろ。うん、月刊少女野崎くん。今日はみんなで海水浴なんだけど、どうしよう、水着が流されちゃった。よ、マーミコ、これお前のだろ。それは、うん、ありがとう。俺がそんな甘い男に見えたか。ほら、自力で探してこいよ、メス犬が。マミコの表情は、ミコシバを参考にしてみた。いい絶望っぷりだったな。本当にすみませんでした。月刊少女野崎くん。終わり。またなー。